はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の文章題シリーズ第7弾やっていきましょう。ということで、ちょっと久々になってしまったんですが、今回ね、文章問題やっていきます。で、今表示されている2問を今回やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 ではいつも通りね画面下げますのでお待ちくださいちょっと動くよよっもうちょいだねよしじゃあいきますかということでね、まあ、ちょっとあのとある理由がありまして若干いつもより緊張してますあの理由は後で概要欄に書くんで見てみてくださいでじゃあ今回はガス会社の問題ですねでこういうタイプの問題おそらく問題集とか過去問とかやってる中で見たことあるなと思う方は多いはずです で今回ガス料金ね、ガス会社の話だったんですが、あと多いのは、まあ、電気会社。で、昔はね、携帯料金が非常に多かったです。自分の頃は。ただ、携帯料金が今基本料金とその1、通話あたりみたいじゃなくなってしまったので、今なくなっちゃったんだけど、まあ大体ガスの料金とか電気料金みたいな問題で出てきます。で、まずちょっと確認をしていくと、今回はガス会社 A と B があります。2社です。 で難しくなると3社出てきます。もう1個 C とかね出てくるんだけど今回は2社です。でやっているのはその料金がいくらなのっていう計算の話。でしかもそのね計算式が今回載ってたけど基本料金っていうのはあと1か月に電気はガスをいくつ使っても絶対に払わなきゃいけない。つまり全くガスを使わなくてもこれは払うんです。それが基本料金って言います。 でこっちの1立方メートルあたりっていうのはその使った分だけお金が増えていきますよ。で料金全体が絶対に払わなきゃいけない基本料金と使った分だけ足された分これを足したものが料金ですよって書いてあります。でこれはさっき言った電気の電気料金になっても同じです。つまりみんながねこれから出会う問題の中で基本料金と使った分だけ増えますよっていうのが足したタイプの問題全部これです。 解き方としては、全部このタイプで解ける。だからまあみんながね、問題集を確認して、ちょっとこれガスじゃないんだけどとかあってもこれで大体確認ができますので、そういう、そんな、そういう気持ちで聞いてもらえたらと思います。じゃあね、まず1番確認していくと、今回1番は B 社関係ないです。A のね、会社 A の話なんですが、ざっくり言うと、2パターンのね、料金が表示されてます。で、1つが2.2立方メートル。 これさ、小数と、あとごちゃごちゃした数字が出てるから難しく見えるんだよね。先に言っとくと、この問題、そんな難しくないです。ごめん、間違ったことにはちょっと角が立ってるけど許して。ま、そんな難しくない。どっちかというと、難しく見せてるの。つまり、心を折らせてる。ああ、これ無理だわ、私って。あこれ難しそうだからやめとこうって思わせようとしてるだけ。だからそんなにこう、ああ、無理だって思わずに聞いてほしい。で、話を戻すと、 2.2立方メートルで2,822円使ったっていうパターンともう一個が3.1立方メートル使ったら3,281円でしたっていう2つのパターンを紹介してるのね。でこれが来た瞬間にはい連立って思えると非常にいいつまり上のパターンで1つ式を作って下のパターンで1つ式を作って連立方程式を解けば解けるでしょっていう流れなの。 もうね、王道なの。このタイプだと。よく出てくるパターン。で、やっていくと、今回求めたいのは、その A の会社の基本料金と、1立方メートルあたりにかかる料金を求めなさいと言ってます。つまり、求めたいものを XY って置くのは、まあ、いつものやり方ね。つまり、ここを X と Y って置きましょうと。で、まず、上から。上は、2.2で、この料金がかかりました。まず、さっきも言ったように、基本料金は払わなきゃいけないので、 基本料金は払います。X 円、絶対に。で、Y の方が1使うと Y 円かかります。じゃあ、2.2使ったらいくらなのって、2.2Y 円かかるわけです。小数だとさ、ちょっとピントきにくいんだけど、例えば1で Y 円かかる。じゃあ、5使ったらいくつって言われたらきっと 5Y っていくと思うんだよね。掛け算つなぐんでしょって。 小数だからピンとこないんだけど、5だったら 5Y、10だったら 10Y、じゃあ2.2だったら 2.2Y でいいよねっていう感じ。で、今、基本料金払いました。2.2使った分払いました。それの合計が全部で2822円でしたよと。これで1個式完成ですもうで、こっちができれば、じゃあ下も同じでしょと。基本料金払いますと。3.1使ってるから 3.1Y 払いますと。 全部で3,281円でしたということでこれで連立が完成しましたとあとは丁寧に解くこれを丁寧にねで個人的にはこれ別に強制はしないんだけどこのまま引き算まあ x だからさ消えるから引き算で消えるんだけどこの向きよりは上と下を逆にした方がいいかなと思いますこのまま引き算すると両方マイナス出てくるよねやっぱり負っていうマイナスっていうのは計算ミスを誘いやすいのでこれを上に持ってきてちょっと版書のね今回幅があるんで書き直そうか こっちねを上にした方がまあ計算ミスは出にくいかなと個人的には思います。で引いていきましょう。まず左辺はさっきも言ったようにここね、この x は消えますここは。で三点一マイナス二点二は零点九なので零点九 y こっちも引き算すると九え五四百五十九ですね。 でこっから0.9が邪魔なのでもちろん0.9で両辺割ると考えても構わないですし個人的には小数があまり好きではないのでこの状態で両辺右辺右にも左にも10をかけちゃいます自分はねで10かけると左側 9Y になるじゃんで右側は、えー、4590になります10かけるからねこれ等式といってイコールになってるから別に両方に10をかけるならやっても OK ですこういうふうに で、こうしちゃった方が計算ミスしにくいかなと思います。で、4590÷9 をやっていくと、ちょっと暗算できますね。Y は510になりますと。つまり、ここです。A の会社の1立方メートルあたりの料金が510円と。ちょっとタイムつけておきましょうか。ということがわかりましたと。で、もう一個ね、X 出してないので、どっちでもいいです。どっちが楽上が楽かな。ここの Y に510代入してみようか。そうすると、 えー、x プラス、えー、2.2×510 2822 2.2×510 とで, 2. 2 5 10ですねもちろんこのやっても構わないですし自分はよくやるのは、えー、10これさ510って 51×10 なんだよね。でこの ×10 を使ってこっちの2.2を22に変えちゃうっていう。そうするとま 22×51。51まあ、暗算でもやってもいいんだけど一応筆算いきましょうか。そうすると えこうなるので1122ここ間違ったらきついね大丈夫かな OK はね1122になりますと消しちゃいますねちょっとごちゃごちゃしてますけどこれ1122になりましたとでこれこっちに移行してくると、X、イコール2 8 2 2ス1 1 2 2になるので1700円つまり、X、の会社の基本料金は1700円でしたとで今回求めたかったのはこの部分ですそのまんま。 つまりみんな答えの欄にえっとこっち2番に使うかじゃあえ全部書くとめ面倒くさいので基本料金が1700円で1立方メートルあたりの方が510円とこれで終了となりますこれねこの問題1番が解けないと2番手が出せないんですよ1番で出した答えを使うので だから、ここをまず丁寧に解くっていうのがまず大事ですね。で、いつも言うけど、この問題だけじゃないけどね。連立方程式を使った問題、いつも言うけど、確認ができます。自分が出した答えが合ってるのって、計算ミスしてないのっていうチェックができる。もちろん、受験本番で時間との、えー、制約もあるからさ、絶対にやれっていうわけではないんだけど、今出した答え、これ X でしょこれ Y でしょそれを、こことここ、そして、こことここに両方入れるんです。 少数あるからめんどくさいけどねめんどくさいけど確認して入れて2,820になりました入れて3,281になりましたそうしたら絶対合ってるからこれ受験の時に答えが合ってるか確認ができるってすごい精神的余裕ができるよねだからもし時間に余裕があればやってください確認ねで2番いきましょうで2番は B の会社も絡みますでざっくり言うとまず B の会社は A の会社より基本料金90円安いって言ってますつまり B の会社の基本料金が90円安いので特に計算することなく1,610円が分かりますここに関してはでもう一個が1か月の使用量今ね1ヶ月に立方メートルこれを使うと A の会社 B の会社両方とも料金同じだと。 じゃあ、その時 B が定めてるここですね。もう一回 X 使います。ここを求めなさいっていう問題。つまり、4.5の時の A の会社の料金と B の会社の料金出してばいいじゃんっていう話なんだよね。じゃあ、まず、A の会社、ここはもうね、基本料金もこれも分かってるんで出しちゃいましょう。つまり、基本料金払います、足しましょう。で、4.5使ってるからね、4.5×1 立方メートルあたりが510だから、これを計算しますと。 でここはまあさっきと同じように 10×10 10をこっちに使って 51×45 にしちゃいましょうかそうするとえー、っと2295になるからお前メモっていい2295になるからうわ間違いたくねえ3995円です A の会社がね、まあ、この辺もまく作ってるよね。 キレがくく何千円とかにししてくれない感じ優しさを感じじ優さをませんまあ心折,れ折らせようと思ってるからね。で、まあ、A の料金が出ましたとじゃあ B の会社はどうなのって考えるといきましょう基本料金出てます1610円です。たす4.5使ってますで X ですつまりここは4.5になると。でそれが A の会社と料金同じと言ってるので。 三千九百九十五円になるはずだと。あとはこれを解くんです。頑張るんです。で、千六百十右辺に移行しましょう。ちょっと消しますね。移行すると、ここが。こうなると、つまり、ここが二千三百九十五。こうですね。で、まあ、これもさっきと同じ方向でもいいかな。十をかけて四十五にして、こっちにゼロを増やしましょうか。さあ、えー、割り切れることを願います。 ここで割り切れなかったら、もうあれだよね。どっか計算ミスってるからね。四十五、えー、こっからさちましょうか。いくつだ五かな? 5, 5, 25。五五、二十五。五し、二十でこうか。えー、これ、マジで言ってほしいね。こう、百四十五。三でいけるか?。三でいくと。あ、待って、どっか間違ったら。えーと、待って、どっか間違ってるよ。えっ、ー、と。あった。ここだ。失礼。 引き算間違ったねここが1,610引いてるから2,385だったわつまりあー危ねえ <laughs>。っていうことでここが135になったので3かければぴったり自しましたあ本当に焦った。ということで0が残ってるんでこうですつまり、X、は530となったのでここの料金が530円で今回求めたかったのはここですつまり答えの欄にはまあそんまでもいいね。 五百三十円と入ってるかな。ごめん、ちょっと入ってなかったわ。右に行けるね。ちょっと早くした方が分かんなくなるから、五百三十円と。これで終了となります。 まあ最後にちょっと復習をしていくと、まあ、このタイプの問題ね、基本料金、そしてこれだけ使ったら料金増えますよっていうタイプの問題こうやって式を作っていきます。で、大体が会社は2つ出てくる、もしくは3つもあるけども、2つ出てきた時に、それぞれ、まあ、式を2つ作ったりして、そのこういうパターンとこういうパターンって言われるからね、それで式を作って連立で解きます。解く。 で、2番はね、今回 A 社と同じ料金というタイプになりましたけど、ここの表、まあ今自分が作りましたけど、この表が埋まっていけば、どん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 式は作れます。だから、落ち着いて基本料金がいくらなのか、1使うといくらかかるのかっていうのを確認していって、式を作れば、落ち着いてね、あと解けば解くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、高校受験対策文章題シリーズ第7弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。